銀色に輝く背もたれと重厚感のある半円状の金属。こちらのベンチは大気町のロケット開発企業インターステラテクノロジーズと釧路管内の製造業者がロケットの廃材を使って製作しました。他にも一人掛けの宇宙カーボンチェアやテーブルなどユニークな家具7点が並びます。これらの家具に使われている木製のパーツを手掛けた会社の社長は、いろいろ資材を置いてあるんですけど、その傍らにこうお預かりしているものが、廃材といっても非常に貴重なものですし、製作に携わってそれを皆さんに触れていただくというのは非常に光栄なことだなと思っています。この取り組みは廃材を有効に使いつつ、宇宙にも関心を持ってもらうことが狙いです。企画者の一人、としないかずのりさんは、サイクルという観点でより民間に近いものに落とし込むことによって、宇宙を身近に感じていただくきっかけになったりだとか、そういったことができたらいいんだろうなっていう。ロケットの廃材を使った家具の展示は来月2日まで行われています。